インスブルックはオーストリア共和国の都市でチロル州の州都である。風光明媚な観光地として、またウィンタースポーツの地として世界的に知られており、1964年と1976年にオリンピックを開催したことでも知られる。この名前はインガワの橋という意味である。イタリアやドイツに抜ける交易路の重要な中継地点である。また、 ハプスブルク家の政治中枢となる、ホーフブルク宮殿が置かれ、ハプスブルク本家出身の神聖ローマ皇帝、マクシミリアン一世の地政時には神聖ローマ帝国の都とされ、文化と政治の中枢となった。面積1 0 4 9 1キロ平方メートル、2016年1月、の人口は13万人強であり、オーストリアで5番目に人口が多い都市である。インスブルック都市圏全体、 の人口は約二十九万人。さらに、約三万人が非定期居住者として登録されている。イン川沿いに位置する。インスブルックという地名自体が、インの橋という意味になる。ドイツに至るためのアールベルク峠、イタリアに至るためのブレンナー峠に近いため、交易上の中継都市として、重要な役割を果たした。近隣の都市としては、約九十五キロ北に、ドイツのミュンヘン。 85キロ南にイタリアのボルツァーノが位置する。市外部の標高は約574メートルである。石器時代初期に人が住んでいた形跡が残されており、古代ローマ時代まで人が継続的に住んでいた様子が確認されている。4世紀の古代ローマ時代にはイーニパンスと呼ばれ、現在でも地名として残る軍事基地ベルティレナが重要な交易路を守るために置かれた。 当時のインスブルックを指す上にポンテムもしくは上にポンスという名前はラテン語でイン側の端から来ている。1180年、新聖ローマ帝国アンデクス博により町が購入された。1239年に都市特権を得た。1248年にチロル博領となった。1363年にチロル博が断絶し、ハプスブルック家に領地が譲られた。 マクシミリアン一世の知世時には戸が置かれ各地から商人が往来する繁栄をした。チロルの鉱山から産出される豊かな資源を利用して当地に武器工場を建て最新の甲冑を開発、製造させた。1756年8月18日、マリア・テレジアの夫フランツ一世が市内の豊富武力王宮にて急死した。1848年にも ウィーンで3月革命が起こった際、一時的に王宮がインスブルックに移された。標高が高く海岸から遠い中央ヨーロッパに位置することから、インスブルックは大陸性気候である。冬はヨーロッパの大半の主要都市に比べて寒く、雪が降る。特に夜間は冷え込みが厳しく、時折低く、摂氏12度まで低下する。春は短く、 日中はしばしば摂氏15度を超えて暖かくなり始めるが夜間は涼しいか凍えるほどである夏は気温変化が激しく予測困難である摂氏17度程度の涼しく雨が降る日もあれば晴天で極端に暑く時には摂氏34度に達することもある高山気候から予想できるように夏の比較差はしばしば非常に大きく 夜間は平均摂氏12度程度と涼しく、時には摂氏6度まで下がる。年平均気温は摂氏9度である。フェルディナント2世の居城であり、芸術史、博物館においても貴重な脅威の部屋を持つ、アンブラス城ハプスブルク家が居住したホーフブルク宮殿、ウィーンにあるシェーンブルン宮殿、ホーフブルク宮殿と合わせ、オーストリアの三大重要文化建築物とされている。 舞踏会や演劇といった芸術活動が非常に盛ん。ティロル州立劇場は1629年建築の重厚な古典様式の劇場であり、オペラ、演劇、ミュージカルなど様々なプログラムを上演している。ティロル州立博物館は、フェルディナント2世にちなんでフェルディナンデウムと呼ばれており、考古学、楽器、絵画等の展示を揃えた総合博物館である。 大学は1669年創立のインスブルック大学と医科大学があり、2万人以上の学生が学んでいる。旧市街に黄金の小屋根と呼ばれるバルコニーがあり、マクシミリアン一世がチロル広告を継承後、6年目の1496年にこの建物を完成させ、バルコニーから祭りを見物した。この屋根には2657枚の金の瓦が使用され、 当時のチロルの富と繁栄の象徴となった。インスブルック王宮教会には、マクシミリアン一世の棺があり、生涯をたどった大理石のレリーフが彫り込まれている。アーサー王、皇帝ルドルフ一世、皇帝フリードリヒ三世、ウルゴーニュ女皇、マリー、ジグムント大公、皇妃ビアンカ、フィリップ美公、カスティーリャ王ファナラ28体の彫像が、 マクシミリアン一世に参列するという設定で、棺の周りに並べられ、棺の上には神に祈るマクシミリアン一世の像が載っている。チロル州はワルツの発祥の地ということもあり、インスブルックは舞踏会の街でもある。人口密度と比較すれば、ウィーンより多くの舞踏会がカーニバルシーズン中に開かれている。などがある。インスブルックは、 ウィンタースポーツの地として有名である。この地で1964年と1976年に冬季オリンピックが開催された。また、冬季パラリンピックも1984年、1988年と2期連続で開催されている。さらに、毎年1月3日前後には2度の五輪で使用されたベルクイーゼルシャンツェでスキージャンプ週間の第3戦が開催されている。 2012年には、インスブルック郵送オリンピックが開催された、インスブルックは、以下の都市と、姉妹都市締結をしている、インスブルック国際空港インスブルックの旧市街から、西に約5キロメートル離れた、イン川沿いのチロル州インスブルック市内の、クラーネビッテン地区にある、国際空港。オーストリア航空、オーストリアンアローズ、ウェルカムウェア、エアアルプス、 チロリアンジェットサービスなどがこの空港をベースに多くの路線を開設している。2009年にはヨーロッパの21都市をインスブルックと結び利用者数は95万7000人であった。また夏と冬の観光ハイシーズンにはヨーロッパのみならず中東や北アフリカからのチャーター便も数多く発着している。冷戦期は小さな空港であったが現在は アルプスの中央に位置し、ヨーロッパの様々な都市を結ぶハブ空港として大きく成長している。日本からはウィーン、フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、モスクワ、コッペンハーゲンを経由して入ることができる。インスブルック市の中心部とはインスブルック市交通局の路線バス F によって結ばれており、市内中心部にあるインスブルック中央駅までは約20分である。 インスブルックから東西に伸びるインターール高速道路は、オーストリアで最も利用されている主要な高速道路の一つである。インスブルックからクーフシュタイン、ザルツブルク、ミュンヘン、ウィーン方面へは、東に伸びるインターール高速道路を利用しアクセス、可能である。イムスト、サンクト、アントン、ブレゲンツ、リヒテンシュタイン、チューリッヒ方面へは、西に伸びるインターール高速道路を経由してアクセス。 できる。インスブルックから南にあるブレンナー峠やボルツアーのベネツやミラノなどイタリア方面へはブレンナー高速道路を利用してアクセス可能であり、イタリアとの国境には約30分で到達する。北方へ向かう高速道路はノルト決定連邦があるために存在せず、国道を通ってゼーフェルト、ミッテンバルト、ガルミッシュパルテンキルヒエミへアクセスできる。 インスブルック中央駅は、アイス、ECIC を含むドイツ、イタリア、スイスへ向かうすべての国際列車がて、オーストリア国内路線では、ザルツブルク、ウィーン、グラーツ、ブレゲンツ行きの直通列車があり、国際路線では、ベローナ、ベネツヤ、ミラノ、ミュンヘン、ハンブルク、ベルリン、チューリヒ、バーゼル、コペンハーゲンへの直通列車が運行されている。また、 ヨーロッパの高級長距離列車オリエント急行もインスブルックに停車する。1906年より市外部とイン川対岸にあるフンガーブルク町を結ぶフンガーブルクバーンが運行されており、2007年には新しいケーブルカーに置き換えられている。ありがとうございます。